視界量における特化学の例。特格とは、顎骨もしくは、顔面頭骨全体の骨が、顔面から突出した状態。視界学と人類学、解剖学では、定義が異なるので注意が必要である。頭蓋骨の四条面で、通常の創造線を超えて化学または、上顎のいずれかまたは、その双方の顎が、前面に突き出していることを言う。一般に、科。 高校外科、顎顔面の外科手術、歯科矯正において、臨床的にあるいは、レントゲン写真での図外計測法により、特角であるかが判定される。形質人類学あるいは解剖学においては、顎骨または、思想部が前突している状態を特角と呼ぶ。歯科医療における場合と違い、形質であって、異常や病的なものではない。霊長目では、現世人類を除くすべてに見られる。 顔面性特核ともいい、眼下より、下方の上、顎骨体部及び、下顎骨体部全体が突出した状態である。脳頭骨に比して、顔面頭骨が大きいために起こるが、それは、咀嚼器官すなわち、歯とそれを支える顎骨が、発達している一方、大脳が未発達で、脳頭骨が小さいことに他ならない。人類においても、アウストラロピテクス類から、 ホモ族の諸人類にまで普通に存在する形質である。原生人類では、大脳が発達して大きくなり、逆に咀嚼器官は著しく縮小したため、相対的に顔面部は交代して、学生特角は消失した。原生人類になって、学生特角は消失したが、思想部が全突する例はしばしば見られる。これを、 思想性特学といい、個人類や類人猿と違って、顔面あるいは、革骨自体の突出はなく、思想部だけが全突する。ただし、人種による差異が非常に大きく、黒色人種ではほぼ全ての個体に見られ、人種形質の一つとされる。黄色人種では一部に弱い思想性特学があり、特に、南猛古人種と呼ばれる、東南アジアに分布する一群ではその傾向が強い。 日本人の民族形成には南毛古人種が大きく関与したと考えられ、日本人も歴史上では特格の傾向が強く、鉄波が多く見られたが、20世紀以降急速に消失の方向に向かっていることが明らかにされている。白色人種では思想性特格はカイムに近い。星高を強制臨床における新しい雇用分類。 新潟市学会市第33巻第1号、2003年、PP61 から62、2010年8月15日、閲覧。EN、プログナサザム、ハニハラカズオ、骨を読む、中高新書1965年東南アジアから、中国南部などの住民の大部分を占める。鈴木直、日本人の骨岩波新書1963年、多多数。 ありがとうございます。